フランスの自動車メーカー、プジョーが製造、販売する自動車である。208は、モデルナンバーの通り、207の後継者である。欧州で激戦区の B セグメントのコンパクトカーとして、登場した。2012年3月、ジュネーブモーターショーで発表、欧州では9月20日に、K8 グレードの発売が開始された。内装開発コードは A9。 RE ジェネレーションをキャッチフレーズに B セグメントにおける新しいプジョーを示す位置づけとなっている。プラットフォームは PSA の PF1 を継続して採用するためホイールベースは同じだが4輪をさらにボディの隅へ配置オーバーハングをフロントで 75mm リアで 10mm 短縮し全長は 4m 以内に収まる。トレンドにならいダウンサイジングしているが室内は 膝前プラス 50mm、加湿プラス 15L と拡大された。広範囲に渡り高張力広範と超高張力広範、新開発のアルミ製の構成部品を多用し 100kg 以上もの大幅な軽量化を達成している。208の登場により207の販売は終了するが、このことは長期保有のユーザーにとっても部品確保の点でありがたいことである。 206も207の登場後、しばらくの間、欧州をはじめとして日本でも併売されていた。エクステリアは塊感を強調したもので、俊敏、感性に訴えかけるもの、活発、集中するエネルギー感などがキーワードとなっている。フロント周りは浮いているように見えるフローティンググリルを採用し、206から続いていた深い切れ長のヘッドランプも変更された。 ボンネットの先端に刻まれたブランドロゴの左右を通る2本のラインはフロントウィンドウの上部からルーフへさらにテールゲートの開口部にまで伸びるという凝ったものとなっている。サイドには強い印象を与えるシャープなラインが走りサイドシル周辺と合わせて立体感を際立たせている。リアはハッチゲート下側にボリュームを持たせており四隅へのタイヤ配置も効果的で 安定感が増すとともに、リアのコンビネーションランプは3本の LED チューブが内蔵され、特徴的な表情を見せている。CD 値は0.29。インテリアは、ヘッドアップインストルメントパネルと呼ばれるコンセプトで、楕円形のショーケーステアリングホイールを採用し、その上部からメーター類を視認する新しいスタイル。身長やシート高によっては、メーター株が遮られる場合もあるが、 ドライバーの視線移動を最小限に抑えることで疲労軽減効果もありデザイン性と安全性を両立させた設計となっている。中央に配置される未来的な7インチのタッチパネル式スクリーンはラジオ、各種ケーキの設定、USB 接続のオーディオブルートゥース、ハンズフリーキットなどグラフィックの操作はタブレット型端末のような使用感となっている。デザイナーのこだわりで セミフローティングスタイルを採用し、ほとんどのコントロールスイッチ類は、ステアリングホイールや、タッチスクリーンに配される。エンジンはこれまでの4気筒に加えて、PSA が新開発した、バランサーシャフト付きの3気筒エンジンが投入された。高効率化により、欧州モードでの走行 1km あたりの、CO2 排出量は1.2リットルでもわずか1 0 4ム。 一点零リットルで九十九グラム、一1四リットル、ハディでは八十七グラムとなる。ラインナップは、BMW と PSA が共同開発し、バルブトロニックと同様の機構を持つベティ、GT に搭載される、THP、ハディ、E ハディで、欧州排出ガス規制、ユーロ5に適合している。ラインナップは、三気筒の一点零リットルベティ五十キロワット、一点二リットル、 ベティ60キロワット、4気筒の1.24リットルベティ70キロワット、1.6リットルベティ88キロワット、1.6リットル THP115 キロワットのガソリン5種類と、4気筒の 1.4E ハディ51キロワット、1.6ハディ68キロワット、1.6ハディ85キロワットのディーゼル3種類。全グレードでイースシーや ABS。 カーテンエアバックを含む6つのエアバッグを標準装備。2012年ユーロンキャップでは最高評価の5つ、星を獲得している。トランスミッションは5、6速 MT、5速セミ AT、6速セミ AT、4速 AT、6速 AT と多種多様であり、搭載されるエンジンにより設定が異なる。208T16 パイクスピーク208は、 近年のプジョーのモータースポーツの主力者である。最もよく知られるものとしては、プライベーターに供給されているグループ R 規定の R2R5 のラリーカーが挙げられる。R2 は特にカスタマーが多く、2018年の WRC-3、2015年の全日本ラリー選手権では JN5 クラス王者となっている。2013年には、 パイクスピークヒルクライムに向け巨大な空力パーツを備えた 208T16 パイクスピークを開発。WRC を9連覇したセバスチャン・ローブがドライブし全歩走路のコースレコードを叩き出して総合優勝を果たした。2014年には、プジョーは反戦モータースポーツを支援して世界ラリークロス選手権にも RX スーパーカーの208 WRX で参戦。2015年にチームタイトルを獲得している。2019年3月5日、ジュネーブモーターショーで正式発表。PSA グループの電動化戦略に伴い、電気自動車 E208 も同時に公開された。208は、最高出力 100PS、最大トルク205ナノメートルを発揮する1.2リットル、 三気筒ターボエンジンと発足 AT を組み合わせ、燃費性能は 19.5kmL を達成する。E-208 は、モーターが最高出力 136hp、最大トルク2 6 5 k g m を発生させる、モーターと蓄電容量 50kWh のバッテリーを搭載し、1回の充電で、航続距離は最大 450km である。 2019年10月6日、フランスにて発売。2019年10月18日、都内にて 208E-208 を日本初公開。2020年7月2日、208及び E-208 を発売開始。1.2リットル直列3気筒ターボを搭載する208のグレード構成は、スタイル、アリュール。 GT ラインの3種類、電気自動車 E-208 では、アリュール、GT ラインの2種類である。ありがとうございます。